だから起こるのは怒りというのは根本的に2種類なんですね。一つは自分自身のことで、なんか満足していないし、いわゆる自己、なんて言いますか、自分自身を批判的に見る。自己批判、自己批判と否定的に見るんですね、はい、自分、はい、だから自分をに向けて自己否定的に自分を見ると、もうそれがものすごい怒りなんです。みんな普通落ち込みと言うんだけど、落ち込みは怒りなんです、はい、だってそういう人はものすごい暗いでしょ、結局暗いです、これはギャーッと笑わないしね、はい、ルンルン気分にならないしね、はい、もう一つは周りを見て、なんで言う通りにやらないんですかとかね、仕事の中でもね、これは明日までに完了しなさい、上司がいてね、自分にはちょっと間に合わなかったと、なんで言った通りにやらないかと、また怒る、はい、だから上司という人がこれは一人で済まる仕事じゃないと理解していないんですね。そこで上司にそこを言っちゃうとさらに怒るね、お前何者やと、私仕事しなさいよと言った人になっちゃうんですね、はい、だからそこでこちらも怒る、あちらも怒るとかね、世の中はそう希望通りにいかないと。だから私例え出すのは母と子なんですよ、うん、母は子供の幸福を完全期待するんだからね、子供に蚊が刺すことさえ認めないんですね、それぐらい子供のことを大事にする。で子供はどうですかね、言うところに成長する、しません、そうならないよそれに理解すれば、だからそこはそうやって世の中うまく期待通りない、我々は日本は普通にノーマル状態に戻りたいと思ってますけど、今ビーラスのせいでなかなかうまくいかない、はい、それって視線なんです、うん、そこでワクチン速でウイルスを攻撃しようと思ったら、ウイルス自身が自分の肩を変えちゃったんです。でだから子供にゲームやらないと言っちゃうと、お父さんお母さんにバレるのはもう部屋開けてるからやと思ってね、で部屋閉めてやる、それのドア開けてくるならば、布団の中に入って隠れてやる。そんな感じ。はい。で、布団の中にいるから寝ているみたいと。お母さんが勘違いして出ている。そんな感じで、あのビーラスさんも形を変える。気分通りにいかない。そういうことで、この世の中は気分通りにいかないことで、起こっちゃうんですね。そこで問題は希望を損った自分犯人でしょ、うん、それ分かってくださいと。起こったら、はい、起こったらあなたは有罪だと、はい、この点は忘れてしまいがちですね、うんうん、そういう現実的ないくつかのポイントをね、覚えておけば、だから一日ではうまくいかないんでしょうね。はい。だから世の中で一日でうまくいったことは一つもないでしょ。そうですね。それだったらこのコロナウイルスみたいなみるみるうちに拡大して世界支配しているでしょ。もう悪いものだったら一日でできますよ。例えば人間に見たっても一人一人が生きることは着々と頑張りなくちゃかんでしょ、死にたいと思ったらすぐできる、
はい、でしょ、はい、で一日でできるものは全て悪いものなんです。だから人はそうは一日では期待しないで、まあ、こそこそと頑張りまっていうことが正しいです、はい、心の中からなんかこそこそやりたくない、めんどくさいこれはとかね、一発でやる方がいいのかと探すでしょ。あの間違いが怒りのもとなんですね。ああ。しきめんどくさいと思ったらね。はい。で、しきめんどくさくていいんじゃないですかね。うん、だから、そういうふうにこの、読んでやってみて失敗したらまたやってみてとかね、はい、あるともう本当にすごい怒らない人間になりますよ。まあ、それ積み重ねが大事ですね。積み重ねが、そう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 、そうなんですね、はい、良いものに限ってそういうことなんでしょう。積み重ねなくちゃいけない。はい、堕落するものだったら一発でできる。あっという間に。でしょ？そうですね。まあ、一番わかりやすいのは麻薬なんですね。麻薬一回吸った途端長期分になりますね。それでどうしてももう一度ってやっちゃうでしょ？はい、2回目からもう依存ですね、うん、やめなさいって言ったらどれぐらい苦労する？やめられないですね。やめられなくなっちゃいますね、はい、それでいろんな書式に会えてこれなんとかやりますと遺族らに治療を受けてね、あれやこれやとかすごい勇気を持って着々と頑張らないとこれはもう、はい、ならないんですよ。だから我々はこの怒り依存症だからね、そういうことでゆっくり頑張った方がいいんじゃないと思います。ありました、はい、もう一つちょっと私の勝手に言いたいんだけどね。あ、はい、お願いします。怒らないでいることは最高よ。楽しくでしょ。怒らないでいることは最高よ。楽しみでしょうがないんです。だって怒らないんだからね。何があっても楽しくなっちゃうんです、うん、嫌なことはなくなっちゃいますよ。